では足つぼからいきます。今ちょっとカルテを書いてもらったんですけど、全く何も整体とかマッサージとか針とかそういうことはやったことない。ないです。エステ行ったようなことはない。ない。はい。騙されてない、まあ、また余計なことないですね。はい、はい、了解です。でよいしょ、足をこっちへ移してください。はい、で伸ばして、伸ばして、あんまり僕は足つぼは上手ではないのですが、はい、かかとの高いのばっかり履いてるね。はい、いつもヒール履いてます。足の形がさ、こういう風になってギュッと窮屈になってくるんだよね。うん、でよく言うのは、あなた肩こりがひどいんだと思うんだけど、でちょっと頭痛もあったりするんだと思うんだけど、うん、この靴の状態から肩こりを作っちゃうようなこともあるので、何にもない時はジョギング用のスニーカー、うん、そういうと、だって私ないもんって言うんですけど買ってもらってください。あ、持ってます。でそうすると足が喜ぶので、ヒールばっか履いてちゃダメですか。ちょっとね、足が窮屈で、すごく足の裏が凝ってる、そんな感じがします。足つぼもやったことなし。足つぼは1回だけあります。痛いやつ。そうでもなかった。そんなに大丈夫。痛くないですか。ちょっと痛いですか。痛いです。緊張してるね。和優先、元気の出るツボ、いろいろな取り方があるんですけど、これは胃の調子、膝だったりもします。筋肉的に言うと、こっちが今日大事な腸、この下は失眠といって、不眠症とか眠りがとかっていう人がここにいなかったりする、うん、ちょっとそういう気があるな。あれ、タバコって吸わない。吸ってたことはないです。ちょっと肺とか気管支が疲れているような気がします。はい、これが腎臓から膀胱へかけて。トイレは1日最低6回、最低6回、はい、綺麗な水分を取って、うん、おしっこ出る老廃物を出す。貯めていいのは現金だけ。老廃物は捨ててください。はい、ネタなんだけど。うん、あ、でもこれ足がかなりヒールなんだね。かかとのある窮屈、疲れているような気がします。うん、ここは心臓、寝不足。いや、でも結構寝てますよ。寝てる。たまにはジョギング用のスニーカー、うん、そうするとむくみが減ります。はい、よく女子は夕方になるとむくんできたって必ず言うんですけど、ちょっとそれはあるような気がするので、少し循環が良くなると変わってきます。これは喉、ちょっと喉も疲れてます。なんか空気の通り道が疲れてます。風邪気をつけてください。はい、これが肩で、ここは常に当たってるんで痛いとこではないんだけど、ゴリ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 って言ってるよね。肩が凝ってますね。これ首痛くない？痛いです。頭痛ひどい？そうでもない。そう、めっちゃひどいってわけはない。肩こりから来ているような気がします。ここは親指は頭、これも言わない人は言わない、これ言ってる、ゴリ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 言ってるのね。なんか詰まってます。指はいろいろな取り方があって、
この痛いのは腎臓膀胱。トイレは1日最低6回。頭で、目で、耳で、首から上ですよっていう取り方と、肝臓、肺とか気管支、胃の調子、胆の、腎臓膀胱。ひどくは、今こうするとひどくはないね。でもちょっと指半本分ぐらい足の長さが違う。こうなってるんだね。うん、あなたの場合はこうなってこう、人間の体って立体だもんから、ちょっとこう落ちて、こっちが長くならずにこうなってるかな。背中から腰にかけて。リンパのところね、ビリ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 してるのは、水分取ってる？取ってるつもりです。足りないですか？お酒じゃない。お酒じゃない。